ありがとうございました。お疲れ様でした。いかがでしたか？いや、あの最後加藤さんに説教されちゃったんですけど、でも釣りはすごいやっぱり楽しくて、いろいろ釣れたから楽しくて、釣ったお魚も美味しかったです。釣りが趣味になりそうですか？趣味はでも誘っていただいたら行きますね。一人で行くにはまだハードルが高すぎるんですけど、友達とか、あとりょうさんみたいなすごい詳しい方と一緒なら行きたい。コロナ禍ってことで旅には番組としては行けなかったんですけど、次回ご出演いただく際に旅に行くとしたらどちらに行ってください？高知県のカツオがすごい美味しかったのが忘れられなくて、それ地元で美味しい、そのところで取れる名物釣って、また、はい、ありがとうございました。